はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日は鎌倉殿の13人第32話のストーリー解説をしてまいります。 NHK 出版等から出ておりますガイドブックのシナリオをもとにですね、ストーリーの骨格を放送前にですね、紐解いていく動画となっております。つまるところ予習動画になっておりますので、まあストーリーのネタバレ一切知りたくないという方に関しましては、放送終了後に復習目的でご視聴いただければと思います。それでは早速お話入っていければと思うんですけれども、本日全部で10個に分けてお話し進めてまいります。まず前回の第31話で比企家が滅亡いたしまして、まあ、その流れの中でですね、まあ、元々の二代将軍頼家の弟である千幡が、後を継ぐという流れになりかけていたんですけれども、もうまるでホラー展開でございましたけども、一番最後に危篤状態の二代将軍の頼家が意識を取り戻すというところで絶妙なところで終わりましたけれども、そこからまあ話が今回進んでいく形でございます。まあ、意識を取り戻したんですけれども、状況はどうなってますか？後ろ盾であった比企家がいない状態ですよね。摂も殺されている状態でございます。なので意識取り戻すんですけれども、時房がですね、まあ、顔を出さない、その比企家が顔を出さなかったりとか、まあ、摂が顔を出さなかったりとか、一幡が顔を出さないっていう各々の、まあ、要は成敗された各々ですね。各々がなんで顔を出さないかに関しては、流行り病であるというふうに、ごまかします。まあ、うまくいかないんだけどね。もう当然、勘ぐります。みんなそんなことあるみたいな感じになりますので。で、まあ当然、頼家それに対して疑って、まあじゃあちょっと比企の館に顔を出すというふうにこう立ち上がろうと多分するんでしょうね。まあ、そしたらですね、時政が、まあこの笑顔は多分そのままなんですけど、鎌倉殿、まだ病み上がりじゃないですかって形でですね、まあ行くなと止めるという形を取ります。まあ言ってもですね、疑っているので、じゃあどうすんべって話になっていくんですけれども、そんな中北条政子の憂鬱ということで、まあ義時がですね、政子に一幡どうなったかに関して、ちゃんと明かすことにいたしました。まあ一幡に関しては不可抗力で亡くなってしまいましたと、まあ守ることができませんでしたというふうに告げるんですけれども、政子はそれを嘘と見破ります。つまり最初から殺すつもりだったんでしょというふうに、まあ義時に言います。まああれなんですよ、実際この後も話しますけども、一幡死んでないからね、今の時点で。だけどもこの時点だと義時は死んだと思ってるんですよ。だけど泰時が勝手に最後に成敗できなかった、で泰時が勝手にかくまってる状態なんで、まあちょっと後でまた一悶着あるんですけども、現時点では一応死んだと思っているので、それで話が進みます。で義時は、まあ、一幡様にいてもらっては困るのですと。一幡が生きていると千幡が後を継いだとしても、でも一幡でよかったじゃないかとか、いろいろめんどくさいことになりますので、まあ、今回のタイトルの災いの種の一つの意味ではあると思うんですけれども、鎌倉と北条家を守るための手段として一幡には、死んでもらうしかなかったということを説明いたします。でそしたら、まあ、もちろん政子からしたら納得いく部分といかない部分があります。情の部分では自分の孫だからね、一幡って。情の部分ではちょっとこうもやもやするけれども、まあ義時にやってることも、義時が勝手になんと自分の感情の赴くままに動いてるわけじゃないので、まあ、分からなくはないんですが、政子はここで心がざわつくんですね。一幡にいてもらっては困る、次の三代将軍千幡が後を継ぐに際して邪魔な人たちにいてもらっては困るってことなんですよ、これ言い換えると。ってなった時に、二代将軍鎌倉殿の源頼家意識戻っちゃいましたよね。なんなら回復してますよっていう風になった時に、政子からすると、もしかしたらこのままでは頼家、今の鎌倉殿も三代将軍に変えるっていう規定路線で話進んでいるので、今の鎌倉殿我が子ですよね、つまるところに関しては、もしかしたら命が危ないのではないかということで、まあ、それをこう悟って政子は心がざわざわいたします。でその結果、まあ、頼家に対しては、まあ、真実を告げるしかないだろうというふうに、まあ、政子は決意するんですが、この真実は嘘の真実です。つまるところ結果論は正しいことを伝える、言い換えると比企家は滅んだ、摂は死んだ、一幡も行方知らずだけど多分死んだ、これは結果論ですけども、そこは伝えます真実を。しかしそのプロセスに関しては嘘を言うことになります。どういうことかと言いますと、北条政子は比企家が頼家が危篤状態ですよね、危篤状態であったので、頼家のために頼家と共に天国に行くみたいな感じで、自ら比企家は家に火を放ち、みんなで絶命したっていう風に
説明します。嘘ですよ、嘘ですけれども、まあ、そうやって言いますよ。で、頼家はまやかしに決まっていると、まあ、見破って号泣するんですけれども、多分ね、この時点だと8割疑ってて2割はもしかしたら本当かもっていう風に思ってんじゃないかなと、私としてはそういう解釈ですね。まあ、号泣しているので、今言った通り結果論の部分、要はもう説は生きてません、引き毛はなくなりましたと、そういったところに関しては事実だし悲しいが泣いているけれども、まあ、信じたくないっていうのと、そのプロセスに関してはいや北条はやったに決まってるってこう心の中で何かこう思っている部分があります。で、政子は、まあ、言ってもまあ救いはありますと、正室の執事、それから全財に関しては無事であると、これ事実です、事実なんですけれども、無事であるというふうに諭しています。まあ、しかし頼家からすると、当然もともと次の後を継がせるのは一幡であり、側室であるけれども、まあ、執事と説に関しては側室の説にちょっとこう情がいってる状態でございましたので、まあ、怒りに駆られます。で、その結果頼家はまあ引き家はもう頼れない中でどうするかっていうことで、まあいろいろとこう頭の中でぐる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 画策をいたしまして、まあその中で一つ抵抗案を思いつきます。呼ばれたのは和田義盛、新田忠常、この二人でございます。まあこの二人はほら、例えばですけども三浦義村とか畠山重忠に比べるとちょっとこうなんていうの、まあ言葉選ばないで言えば二人よりはこう頭が切れない、よく言えば比較的素直な、まあ、人物でありますので、この二人を呼んで、二人を実質的に聴取いたします。何が起きたのか教えてくれと。まあ、言い換えれば、31話で起きたことを話してくれってことですよね。つまるところ、まあ、北条家の画策に引き家が、引き吉和が、最後の最後でハマってしまって、命を落としたということですけれども、その北条家の画策で引き家が滅亡したということを、まあ、この聴取によって確認をいたします。そしてその後、まあ、なら分かったと。まあ、予想通りだってことだと思うんですけれども、この二人に対して、北条時政の首を取るように命令いたします。なんで義時じゃないのかなんですけど、まあくまでも北条家の主はね時政でございますので、まず主の首を取るようにということで命令をいたします。しかし和田義盛は北条の館を訪れ、鎌倉殿がこのようなことを言っていますけれどもどうしましょうというふうに時政にその件を告げます。ですので、まあ、実質的に、まあ、どうするかって対応を協議する形にはなりますが、まあ、なんて言えばいいんですかね、要は鎌倉殿の命に関して、頼家の命に関してはこう拒否するようなことを実質的にしております。そんな流れの中で三代将軍源実朝へ移り変わっていく手続きというのは粛々と進んでまいります。まあ、二代将軍頼家がもう意識不明になっているタイミングで、まあ、臨終出家もしておりますので、朝廷の方にまあ、こういう状況でございますので、三代将軍を立てますっていうですね、もう申し出をしております。で、まあ、ちょっとこの場面写真の説明は後ほどといたしまして、で、その朝廷の後鳥羽上皇から、まあ、千万を千位大将軍に任ずるという宣旨が、届きます。合わせて後鳥羽上皇自ら、この三代将軍に関しては、実朝と名乗れということで、その名前を与えるということも、まあ、付け加えられておりました。まあ、正式な三代将軍、実朝に変わるのはもう少し先になるんですけれども、もうこれで三代将軍、源実朝に関しては、ほぼ規定路線で、話が進んでいく形となります。合わせて、まあ、この三代将軍、実朝、まあ、現時点ではまた千万という名前ですけれども、陸さんがですね、この実朝の奥さんに関しては、京都の貴人、京都の、まあ、お偉い、まあ、一家のどこかから、取ってこようというふうに動き出します。これはですね、ずる賢い陸さんで、もちろん自分自身がどうこうっていうのもありますが、これね、陸さん合理的な考えでもあります。どういうことかというと、二代将軍源頼家の時に、まあ、頼家が側室として取った説って比企家の出だったじゃないですか。つまるところ鎌倉の御家人の娘と将軍が結婚しちゃったもんだから、いろいろとそのごたごたになりなったわけじゃないですか。つまるところ御家人、他の全然ね、例えば現時点の北条でもない、まあ、比企でもない、三浦でもない、他の御家人たちの誰かの娘と三代将軍実朝が仮にですけども結婚した場合に、またそこのその一族がうちらが武家のトップじゃみたいな感じでこう出てきたら、また同じような争いが起きてしまうので、まあ、要は外から連れてきて打ち揉めをしないようにってところが比較的合理的な考えではあります。もちろん陸さんのことですので、裏側で全部自分が画策して自分の思い描く通りにやることによって自分の立場をプライドを高くするってこともありますけれども、まあ合理的ではあるかなというふうに思います。
そんな流れの中ですね、朝廷と鎌倉をつなぐ京都守護、これ時政もね一時期やっておりましたけれども、京都守護の職にですね、時政と陸さんの娘のお婿さんである、娘の旦那さんですね、娘の旦那さんである平賀朝雅という人物が就任いたします。それがこの人物でございます。今回は娘婿が、まあ、京都守護に任じられますよ、ふむふむ以上っていうだけだと思うんですけれども、この平賀朝雅っていう人物、まあ、史実詳しい方は出てきたと思ったと思いますけれども、この平賀朝雅という人物は後に畠山重忠の息子と、すみません、ウォンになっちゃいますけど、息子と揉めて大変なことになる、まあ、畠山重忠の乱というものを引き起こすきっかけになるんですね、史実では。ガイドブックですね、これ今後編まで発売されているんですけれども、まだこれ今回の32話までしかストーリー明かされてないんですよ。だから畠山重忠の乱が鎌倉殿の13人の中でどう描かれるか、まだ現時点で私把握しておりませんけれども、まあ、史実ではこの平賀朝雅が出てくることによっていろいろ大変なことになりますので、ついにここから出てきたかという感じでございます。その頃ですね、どうなってたのは一幡様なんですけども、一幡様の、現時点での境遇事情がですね、把握、されることとなります。やはり一幡様、前回31話で殺すシーン、まあ死んだと思われる描写がなかったので、泰時が生かしてかくまっているということのよう、かくまっているということでございました。で、まあ、そのことに関して一応パパにですね、パパとか言っちゃいましたけども、義時に、まあ、一幡はそのような形でかくまっておりますというふうに報告するんですが、まあ、先ほどその義時と政子の2人の会話でもあった通り、一幡は災いの種なんですよ。一幡を生かしておくことによって実朝が就任したとしても、今後でも二代将軍の息子が生きてるじゃないかっていうので、また揉めそうなので、情けをかけるわけにいかないということで、まあ、殺すこととなります。誰が殺したか書いてないですけれども、一幡なんとか生き延びましたけれども、義時はもうそこはもう自分の感情を押し殺してもう決断をするという形となりますが、ですね、まあ、後ほどまたちょっと言うんですけれども、こんな場面写真があって非常に気になっているんですね。要は一幡を殺せなかったら当然泰時が善人に多分殺すなって言ったと思うんで、泰時の命ではあるんですが、多分義時は善人に躊躇な殺せとは言ってるはずなんですよね。だから泰時が命令してかくまってはいるけれども、善人は義時の命令には背いてる感があるんで、なんかほら、なんか不穏な感じするじゃないですか。だから善人今回生き延びるのかどうかっていうのもシナリオでは何も書いてないんですけども、ちょっと気になる部分ではありますよね。はい、まあ、とりあえずこの一幡様は今回でアウトという感じになってしまいます。ここからちょっと最後が続くんですけれども、一方の引きの出のひなさんなんですけれども、ひなさんはひなさん側から今回北条義時に離縁を申し出ます。これはですね、まあ会話、今までのドラマの中で何回も出てきておりますけれども、義時というのは、まあひなと結婚するに際して頼朝の時にですね、まあ離縁を決してしないですっていう、まあ起承文を書いているんですよね、宣誓文を。なので自分から離縁を切り出すことはできないんですよ。で、ひなさんからすると、まあ当然自分の実家一族が滅んだっていうこともありつつ、でも自分はその実家の出であるので、自分の感情としてうちの実家をよくも殺してくれたな、ではなくて、そんな引きの出の人間が北条家の上の方の人間と結婚し続けていては、義時にとってもしかしたら災いの種になるかもしれないし、地獄に落ちてしまうかもというふうに思って、ひなは自分の感情じゃなくて義時のために離縁をするようでございます。シナリオにはなんとなくそういうふうに書いてありますので、いやーって感じですよね。で、どういうふうに、まあ、多分、ナレーションだけなのかな、なると思うんですけれども、ひなは離縁をしたこの4年後に、今日にて生涯を終えるということで、非常に早い最後ですけれども、まあ、どうなったか書いてないですけれども、ひなさん今回最後でございます。いやー、寂しいですね。まあ、映像見てからもうちょっと細かく喋っていきましょう。そして、新田忠常も今回最後を迎えてしまいます。新田忠常、先ほど、要は和田義盛と新田忠常2人とも北条時政を殺してくるようにというふうに鎌倉殿の源頼家に、まあ、命令されましたけれども、新田忠常というのは簡単に言えばその将軍にも北条家にも
とにかく自分の上にいるその2つに忠実に 100% 心の底から尊敬の念を持って仕えていたと思うんですよ。そのだから自分の上には北条家がいて、北条家の上には鎌倉殿の、まあ、幕府があってって形なんですよね。でもその上2つがまさか VS 構図になるとは思わなかった。つまるところ自分が仕えていた北条家の人間を殺せと鎌倉殿に言われるなんて思わなかったわけですよ。っていう風になった時にどうしたらいいか分かんなくなっちゃうみたいなんですね。なんで忠心を尽くしてきた北条家と鎌倉殿の間で板挟みとなり、悩み抜いた末にどちらかを選ぶことは彼にはできなかった。自害してしまうということで、いやーって感じですよね。私あの木曜日にティモンディの高岸さんの動画アップしましたけれども、いやー新田殿って感じですよね。新田殿も今回で最後でございます。ひなさんも最後、新田殿も最後、一万も殺される、それが今回でございます。はい、そんな流れの中で、源頼家もう後ろ盾はありません。時政を殺せと自分が任じた和田義盛はどちらかというと北条側、そして新田忠常は自害してしまった、もう後ろ盾がない、このようになった結果、義時がまずですね、新田忠常の死に対して頼家を非難いたします。その無駄な抵抗をしようとしたから御家人が一人死んでしまったじゃないかと、このまま対立を続けていてはまた自ら命を絶ってしまう御家人たちが出てくるかもしれないということで、まあ二度と板挟みを起こさぬように、もう頼家に関してはもう朝廷からね、三代将軍実朝の話も来てますので、もう出家してもらうしかないということでそれを決めます。で、政子に今その理解を得た後で、修善寺へ出立することとなりました。頼家の最後がどうなるかに関してはシナリオには一切書いていないので、今回出立まで出家修善寺に行くまでで終わるのか、まあそれこそ善寺とか唐であるとかにこうが差し向けられて命を落とすのかわからないですけれども、まあこれで二代将軍頼家は完全に終了ということとなりまして、その頃御所では三代将軍源実朝が誕生することとなりました。まあこれでいろいろありましたけれども、その二代将軍頼家がね、既得からその復帰したのでいろいろありましたけれども、なんとか三代将軍にバトンタッチすることができました。さあこれで鎌倉は安定するわけがないわけがない。このドラマはそんな甘っちょるいことはございません。はい、謎の老婆ということでございまして、まあ、これはツツジですけれども、まあツツジとですね、あの前在に関しては性質とその子ですねに関しては、あの、まあ、三浦が乳母でございますので、まあ、三浦の保護のもとで一応無事になんとか生きております。で、まあ、小さなお寺の境内でですね、遊んでいたら、そこにですね、薄汚れた老婆が現れます。そしてその老婆はですね、前在の父、つまるところ、源頼家、一個前のページで、ね、あの、出家しましたよね、修善寺に。を追いやり、兄、つまるところ、一幡を殺し、そして、兄が死んだんだったら普通弟が鎌倉殿となるべきなのに、そのここで出てくるね、ここで今遊んでいる前在の鎌倉殿の就任に関しても潰した。それが叶わなかったのは北条時政、北条義時、北条政子、つまるところ北条家のせいである。北条家を許してはなりませんってことを謎の薄汚れた老婆が前在に説きます。そう、この老婆は逃げ延びた比企の尼の変わり果てた姿であったと。ここで今回のシナリオに関しては終わりとなっておりますし、来週以降33話以降のシナリオは本日現在まだ発売されていない、発表されておりませんのでわかりません。さあ来週からどうなるかということで、まあまだまだですね、激動の話が毎回続いていくんだろうなというところで、今回終わりというふうになります。つまるところ前回の最後で、まあ比企の尼に関してはやはり生きていた、そして一幡に関してもやはり生きていたけれども、一幡に関しては今回命を落としてしまうと、これが今回の情報整理となります。ちなみにもちろん歴史詳しい方お分かりだと思うんですけれども、この前在というのは後に史実では公行もしくは公行という名前でですね、言い伝えられております人物でございまして、なんとこの人物は後に今回就任した三代将軍源実朝を暗殺いたします。あ、ちなみにあれね、私が公暁って言うとね、
読み方間違ってんぞってコメント毎回いただいちゃうんですけれども、鎌倉殿の13人の中では、今までよく、まあ、学校とかで習っていた苦行ではなくて、公行と読みますということ、これ公式に発表されておりますので、そこに関しては、間違いではございませんので、ご容赦ください。まあ、これね、私がたまに言い間違いしちゃうんでね、そう思われるかもしれないですけど、公行は間違いではございませんという形でございます。いや、まだまだ話が続きますけれども、まあ、やっぱり今回ね、このシナリオに書いてないのが気になるのが善児なんですよね。3枚ほど場面写真解禁されてるんですけど、なんかこうね、なんか今までの善児と違うこういう表情を見せているので、まあこれが果たして何を示すのかってところ非常に気になるという感じですが、まあドラマ本編楽しんでいきたいと思います。はい、ということで本日これにて終了なんですけれども、今日から、今週公開する鎌倉殿の動画の中では全ての動画で最後に説明しようと思うんですけれども、NHK 出版、それからここには今手元持ってきてないですけれども、東京ニュース通信社、それからこの産経新聞出版から出ております、これらのガイドブックには、最後の方のページにですね、鎌倉殿の13人の、まあ、シナリオダイジェストを書いておりまして、まあ、それをもとに私はこのように土曜日の予習動画を作っております。で、例年ですね、前編、後編、完結編という形で3冊で構成されておりまして、今32話の時点では後編となっておりますが、先ほど話した通り、今回この32話をもって、後編のシナリオダイジェストはすべて、読み切りというか出し切りとなっておりまして、来週以降、第33話以降のシナリオに関しては、鎌倉殿の13人ガイドブック完結編にて収録されるということになっております。しかしながら、このですね、完結編のガイドブックの発売が10月になりました。当初9月30日と、発表されていたんですけども、10月の1週目なのかなに、発売で延期になっておりまして、つまりところ1ヶ月半ほどですね、シナリオブックが、事前に入手できない状態で動画の制作をすることとなります。例年ですね、シナリオ入手できない時期ありますので、ね、織り込み済みではあったんですけれども、まあ一応シナリオブックが改めて手元に入るまでは、土曜日のプレミア公開での予習解説動画、ストーリー解説動画に関してはお預けとなりますので、5話か6話ほどですね、この動画に関してはお休みとなってしまいます。ただですね、一応別案に関しては、当初から、まあ、このようなことを考えた上で、いろいろと考えを巡らせておりまして、来週以降は、この土曜日の動画に関しては、翌週、つまりところ、まあ、来週の33話ですね。33話の公式ホームページに出ている、まあ、短めのあらすじと場面写真をもとに、史実で多分この辺が描かれるので、史実だとこういう展開になるでしょうねという予習解説という動画を作りたいと思います。で、まあ、それを作って、まあ、私はほら、歴史チャンネルじゃないからね、これ、まあ、もちろん表面的なストーリーで多分こうなりますよっていう部分の軽めな動画を土曜日に掲載させていただきまして、まあ、皆様のドラマより楽しむきっかけを引き続き提供していきたいと考えております。その後でですね、月曜日に関しては今まで掲載している、徹底解説の動画と今この土曜日に掲載しているストーリー解説の動画、これだから放送後のストーリー解説になりますけれども、この青いサムネイルの動画と赤いサムネイルの動画を両方とも月曜日にアップしたいと思います。ですので、徹底解説の動画からストーリー解説を抜きまして、2本月曜日に動画をアップするというのを来週からしばらくやっていきたいと思いますので、まあ、ちょっと来週からなので編成が少し変わりますけれども、引き続き私が動画を出す目的はこの予習解説だろうが復習解説だろうが演出解説だろうが人物解説だろうが、皆さんが私の動画をご視聴いただいた上でよりドラマを楽しんでいただく、まあこれしか私の中では考えがございませんので、まあその目的のもとにですね、私のできる限りの動画制作を引き続き続けてまいりたいと思いますので、皆様引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。